なんとリンゴルフの公式 LINE アットができました。ゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのをご用意していく予定です。LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。ぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。はい、ということでこれからカップ切り体験をさせていただくんですけれども、こちらにいらっしゃる小松キーパーさん、今回はカップ切りについて教えていただきたいと思っています。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、すごい、一番大事な動画はこのホールカッターですけど、はい、これで、はい、まずピンポジっていうのが毎日は変わるんですけど、はい、それをまず決める。で、どこに切りたいかが決まったら、このカッター、はい、まず自分がお手本見せますので、はい、お願いします。まずなるべくまっすぐになるホールカッターを回しながら差し込みます。で、大体これぐらいですかね。上げてみて、この厚さ、10センチないぐらい、はい、切ったら、このバケツの中に切ったもの、足でね、ガンと、おーすごーい、めちゃめちゃ綺麗に、ね、はい、まん丸い。でそれで最後に、カップの深さまで取っていくんですけど、はいはい、大体このカップ切りの大きさだとぴったり埋まるぐらいまで、はい、そしたらそのまま切れる。これでホールカップは完成。すごい綺麗に、すごい綺麗だね。はい、抜くのとかも気をつけないと。いつも見る。そうですね。穴ですね。で最後この、はい、もともとあったカップを取り出す道具があるので、それをこの穴の中に。あ、すごい、はい、なるほど。取れる。でそれをそのまま、あ、すごい、はまった、カップ1変わった、ね、綺麗にはまる、ね、こんな抜くのとか力いりそうですね。どっちかっていうとこの掘る方が力が、はい、いると思いますね。こっちとかあるんですか。ここがね、刃になってるので、ね、はい、なるべく回してあげると。回すか、はい、で、ちなみに、はい、前のグリーンカップは、はい、流したっていうか、そうですね。裏はどうするんですか。はい、この掘ったやつそのまま、あ、なるほど、戻しちゃいます。これくらいあげる。はい、どっちかっていうと、こっちの方が難しい。確かに、難しい。そうですよね。だって、そっちも、そう、崩れちゃう。ね、すごい綺麗に取れたなって思って、はい、うん、で戻すのはさっきの土をそのまんま、はい、ホールカップに入れたまんま、はい、もう一回足で、はい、引き抜いてあげると、おー、戻った、はい、空気が入るので絶対浅くなっちゃうんで、はい、こちらの土を落としてあげる。せっかく生えてくれた根っこを守るように必ず中の土をほぐしてから、うんうん、はい、戻し、埋め戻しの高さなんですけど、これはもう経験でしかわからないので、うん、できなかったら何回もやり直すけど、高さを合わせるのが高さを合わせる、フォークでやってたの、そうですね。2週間後にはこれ戻っちゃうんで。2週間で戻るんですか。はい、そうするとまたこの辺にカップ切ったりしたときに平らじゃないと難しくなってしまう。で最後足で踏んで、あ、すごい、すごい、なった戻すのめっちゃ難しそう。難しそうだね。そうですね。これで修正したピンポジをマスター室に提出してカップ切り作業終了。
難しそう。ちょっと ねだってこれ下手にボコってなっちゃったら、うん、すごい左右明日とかね。そうですね。そうですよね。はい、わ、すごい。初めて見ました。そしたらじゃあ実際にやってみますか。はい、はい、お願いします。まっすぐ、なるべくまっすぐ入るように回しながら、なんかそうですね、はい、それぐらいです。ですか、はい、足で踏みながら取っ手を上に上げてもらう。これ綺麗に落とさないとですよね。そうですね。あ、うまい、うまい、上手。綺麗にできたかも。うん、上手。そしたら残りを、残りをですね、はい、これ2回見れるのなんか穴ずれちゃうんですよ。でも、いけそう。で、奥まで打って、はい、はい、硬い、うん、奥の方がちょっと硬い。そうなんだ。もっと思いっきり体重かけちゃって。もっとですか？はい。めっちゃ硬そう。本当？え、最後全然いかないですよ、本当に。最初は、はい、え、大丈夫ですか？こんな。そしたらじゃあ、ホースキーパーの、ホースキーパーの、はい、サポートを。ありがとうございます。あ、お、すごい。すごい。ありがとうございます。カップがこれは大きいですか？そうですね。ただ多分これはねちょっとね曲がって穴を開けちゃってる。難しい。はい、なんかここは丸くできたなって思ったの。ね、なんかいけてるように見えたな。2回目が難しいんですね。手で大丈夫ですか？手で、はい。うん、あ、入った。あ、でも1インチ下ですまでですね。はい。これ1インチですかね。ちょっと足りないぐらいですね。ちょっと足りないか。はい、でも、難しい。これは何点ぐらいでしょうか。これはまあ60点ぐらいですかね。営業を迎えられません。まあでも大体入社2ヶ月ぐらいのレベルは。2ヶ月ですか。2ヶ月ですね。すごいね。ありがとうございます。はい、でも見て、旗が曲がって立ってしまう。そうですね。難しい、うん、繊細な作業だ。加減ですよね。加減ですね。最後無理くりグッてやっちゃったから。めっちゃ難しいね。ありがとうございます。すごい、はい、します、はい、うん、はい、取っ手を。重くないですか？はい、立っちゃいます。え、めちゃめちゃ重いですこれ本当に。え、硬い、ね、めちゃめちゃ硬い。え、あんなにすんなりやってらっしゃったから、はい、意外と硬いですね。じゃあ最後、すいません、じゃないこれも、ね、うえーね、魔法のようなんですけど。びっくりした。はい、それで OK。 はい、ありがとうございます。これで入ってきてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、うん、大丈夫、まっすぐ。力の、うん、右左が難しい。難しい。あ、難しい。ちょっと曲がってきちゃってるんで、手前に少し引いた方が。はい。これですか。ほ、ほ。はい。はい。あ、ちょっと斜めっちゃってる気します。そうですね。そしたら今度こっち側を向いて斜めに入れちゃったんで、はい、今度反対側から切ってみると。なるほど。はい、平らが分かんない。はい、ちょっと手前に割りながら。これぐらいですか、平ら。はい。いや、難しい、本当に。そしたらじゃあ最後は。すいません、お願いいたします。コースキーパーさん。おお、やったな、すごい。すごい。悔しい。すごい。すごいね。ありがとうございます。お、そこから先に。お、お、お、いい。ぴったり。おお。おお。すごい。めっちゃまっすぐ立ってるし。本当？そうですね。
小松キーパーのヘルプがすごいあったんですけど、88点ぐらい。おさすが、すごい良かった。もう 9ホール任せられるぐらい。本当ですか、すごい不安しか残らなかったけどあ、でも嬉しい、こんな貴重な経験をずっと加えて戻す作業ですね。そうですね、お、入った。うん、どうでしょう。大丈夫ですね。ああ、よかった、はい、うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんないっぱい掘っちゃって、はい、全然でもすごい、なんかこれだけでちょっと汗かいた私すごい力が必要なお仕事ですね、はい、ですね。感謝感謝です。本当にいつもこんな綺麗なグリーンを、はい、ありがとうございますでは今回は小松キーパーさんにお世話になりながら、グリーン切りを体験させていただきました。カップ切りです。カップ切り、グリーン切っちゃった、全部切っちゃったみたいなごめんなさい、もう一回もう一回カップ切りの方を体験させていただきました。カルコどうだった？いや、思ったより力もいる作業なんですけど、うん、すごい力だけじゃなくて繊細さもすごく必要で、大変なお仕事なんだなって思いました、ね、もうグリーンはとすごくこれから大事に大事に使っていきたいなって思います。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に今カオルが言ってくれたように、本当にね、力もいるし、うん、大変な仕事だし、で私たちも綺麗に使わせていただきたいなと思います。今回はこのスキーパーさん、カップ切りの体験をさせていただいてありがとうございました。では本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。でもなんか乗馬をやるんですけど、芝の試合とか本当にカットしないと、ここまではあれなんですけど怪我するんで、芝刈りとか本当に大事で、めちゃめちゃ大事なんですけど、もうそんなレベルじゃないこのグリーンは。でも大事に使います。ゴールマークちゃんと直して、めっちゃ気をつけて。おそらくこの芝の世界でもミリ単位のカッティングってグリーンしかないんで、こんなにプレサイスなら、なんかカッティングも小松キーパーさんのお仕事なんですか？そうです、自分はどちらかというとグリーン の状態を確認して、はい、肥料とか薬とか、はい、そういったものを手配するお仕事なので、はい、あとはまあ集客数によって、はい、今日はお客さんいっぱいいるんで簡単なところに切らないと3時間待ちとかで、あー、そっか、になってしまうので、お客さんの数によっても、はい、グリーンカップの位置って変わってくるんですね。そうですね。へ、面白い。本当は自分で切ったホールでパター練習とかやると面白いと思います。そうですね、はい、切り口一つで嫌われちゃったりするので、あんまり縁を潰しすぎると、要はくるくるパッドってやつですか、はいはいはい、あれができちゃったりするはい、なんか力だけじゃない。そうだよね、力入れちゃうと今度まっすぐ掘れないみたいなんだよね。かといって思いっきり切らないと、なんか余計こう、そう思いっきりやらなきゃいけないんだけど、あとさ、上からやってるとさ、うん、自分がちゃんとさ真下に掘れてるか分かんなくならなかった？お互いこうやって見合ってやんないとできないよね。2人いるね。あれいるいるいる小松キーパーさんすごいね。すごい、しかもめっちゃ速かったよね。はいはい、パンスパンスパン、私たちめっちゃ遅かった ね。あれだって18ホール回ってたら1日終わっちゃう、1日終わっちゃう、ま、朝になっちゃった本当ね。なるなる、難しかったな、うん、難しかったけど、グリーンは大事に使おうと思いました。そうだね、勉強になったね、うん